マジでダーツ始めてそういうぐらいのソウルカフェのメンバーの一人今日の晩ご飯はコンソメスープとチーズガレット、チーズじゃがいもガレットとあとご飯と酢だこ。うーん、でもねちょっと洋風、洋風カルパッチョみたいな、カルパッチョ的なやつです。いただきます。どうぞ。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。もう間髪入れずちょっと食べてみていい？あ、どうぞどうぞ。あったかいうちに多分食べた方がね、チーズだしね、しかもいつのも入ってるんだよ。うめ、いいでしょ。うん、ステレさん絶対好きだと思って。うん、こいつはうまいです。おかずになる、おやつっぽい。